峠に行くぞ。日が暮れてしまうわ。だがいいから早く吉本、そういえば足は石田を追って走ってきたからの。おかげでさっきより痛みが増したわ。やはりこれも拙者のせいか。そうだ、石田のせいだ。だから草原まで私をおぶっていけ。え？これで私は楽して草原までたどり着ける。とんでもなく幸運だ。そうであろう？どこが幸運だと言うんだ。そんなの奇弁でしか。いいかよく聞け。確かに足を悪くしたのは不幸かもしれんがな、そんな不幸は誰にだって起こり得ることだ。転んだ子供だって立ち上がって先へと進む。石田はなぜ転んだままでいようとする。人より転ぶ回数が多くともその分起き上がればいいだけであろう。大切なことは不幸をどうするかだけだ。そしてどんな時も自分の力で行動し幸運を勝ち取ることであろうが。幸運を勝ち取る。石田ちゃん、吉本ちゃん、ここにいたのね。主、青江、お前たちも拙者を追ってきたのか。分かったであろう。あとは石田がどうするかだけだ。私をおぶっていけるな。ああ、承知した。